サプライズで登場したまさかの人物に、会場もネットも特大の衝撃を受けた。7月22日、茨城県水戸市で開催されたのがボディメイクコンテスト、モーラカップ、だ。その舞台にシークレットゲストとして現れたのは、なんと女子カーリング、ロコソラーレの藤沢さつきだった。画像、藤沢さつきがボディビル大会に登場、鍛え上げられた、 超絶マッチョ、なびきに姿をチェック。褐色の肌に、すべての無駄な肉が削ぎ落とされた超絶のマッチョボディ。にわかに表情を滑る藤沢と同日人物とは思えないほど、凄まじいギャップぶりを見せつけたのだ。髪をオールバックにしてグリーンのビキニ姿で披露した藤沢は、ヒールを履く時がないからこけたらごめんなさい、とコメント。 FWJ の大会公式ツイッターはその様子を画像で紹介しつつ、カーリング五輪代表選手、藤沢さつき選手がビキニクラスに登場。激痩せ報道の理由はボディメイクコンテスト出場だった、と綴り、初ステージはかなり緊張したそう。カーリングはこれからシーズンイン。頑張ってください。また来年もお待ちしてます。とメッセージを寄せた。 会場は大きなどよめきと歓声に包まれたが、ネット上もまさかの展開に騒然となっている。え、脳が混乱してる。ま、マジでええ、歓声度すご、嘘でしょ、えぐい、全身バキバキやん。絞りすぎなくらいに仕上がってる W、もぐもぐを我慢したのかな、などなど、驚きと賞賛の声が入り混じって大反響を呼んでいる。